everyone! 10月半ばの3連休が終わった後の火曜日です。久しぶりに山に来ました。久しぶりっていうか2週間空いたのかな、多分。なんかね、天気がいまいちでした、月火など。今日は苗場に登るよ。苗場さんはだいぶ前に、3年ぐらい前だと思うけど、妹たちと別ルートで登ろうとして、なんか途中まで行って引き返した記憶があります。今回は1泊2日で山頂の山小屋を予約しているので、確実に山頂まで行きます。で、ここまで遠かった。なんか東京から4時間ぐらいかな、4時間、うん、ちょうど4時間ぐらいですかね。すごく遠かったです。で、こっからは、まあ、今日はコースタイム的には3時間半とかかな、3時間か3時間半のところを、まあ、4時間半ぐらいまでで登りたいと思っています。駐車場のトイレはまあ普通でした。というわけで、お天気はね、今はいいんだけど、これからどんどん曇ってきて、明日の昼ぐらいには雨になるっていう予報なんですけども、どうなってしまうんでしょうか。とにかく秋の山を楽しみます。レッツゴー。ここは小赤沢っていうところなんだよね。なんかね、3号目から登れる、3号目駐車場みたいな感じになってるんだよね。結構チートしてます。で、コース的には最初の 200m ぐらいは結構緩やかに登ってって、で、その後 300m ぐらい急なのかな、胸付八丁といういかにも急な名前がついてるところを登って、で、9号目ぐらいまで行ったら緩やかになるという感じです。そして多分湿地帯を見ながら山荘とか山頂に向かうのかなという想像をしています。小赤沢3号目登山口、その文字通りですね。じゃん。8月1日から3670人の人が通ってる。まあ、往復って考えるとその半分なのかな。多いんだか少ないんだか全然見当がつきません。標高1310メートル、だいたい840ぐらい登るのかな。結構道がぬかるみ。3連休すごい晴れてたから、みんなここめちゃめちゃ登ってるはずなんだけど、それでもジメジメなんだね。気持ちいい、爽やか。40分歩いて4号目に到着しました。まだ150メートルぐらいしか登ってないんだけど、とりあえず1回休憩しようと思います。5号目までは距離にして700メートル20分だそうです。水場かも。
は流れてる。とりあえずでもなんかあの天狗の水場みたいなのがもうちょっとしたらあるから、そっちに行って組もうかな。まだもうちょっとあるので。今日のおやつはローチョコレート。昨日妹たちのホリスティックマーケットっていうイベントが洋画であって、私もクリスタルヒーリングで出店してたんだけど、そこに京都のローチョコレート屋さんが出店してたんだよね。で、私前も食べたことがあってすごく美味しいのでいただきました。そしてね、綺麗なんだよこれが。ローチョコはね結構溶けやすいので最初に食べないとと思って、まずは抹茶らしきこの可愛い葉っぱをいただきます。これなんだろうな、蜂蜜かな、なんかフィリングが入ってるよ。これも美味しい。うーん、抹茶のすごいいい香り、最高です。ここのチョコ本当に美味しい。ローチョコはね正直微妙なところも割とあるの。なんかまあ健康にいいんだろうなみたいな。でもここのヒマリブさんすごい I'm alive、 どっちかな、美味しいけどすごくおすすめです。美味しい。出発します。第一休憩終わり。非常に美味しいお菓子を食べてエネルギーがみなぎっている。これから5合目は通過して6合目まで行こうと思う。上り標高差280メートルぐらいかな、200ちょいです。200と300の間です。レッツゴー。5合目到着。標高1580メートル、6合目まであと25分だそうです。風が爽やか、気持ちいい。今12時10分です。まだ6合目まで到達してないけど、なんかね、ちょっとお腹が減ってきて、おにぎり食べといた方がいいかなって感じがするので、今日は3つあったうちの2つをもう車内で食べたので、残りの1つを食べます。鮭おにぎりいただきます。おにぎり食べた。パワーが回復しました。レッツゴー。6合目まで来ました。標高1750です。7合目まではあと15分。なんかでもね、ここのタイムは結構厳しめというか早い。では出発。
9合目まであと270メートルなんだって、標高差。そこまで一気に行けるかな、どうかな、相当急坂っぽいんだけど、レッツゴー。まあ急坂ってことはその分距離は短いってことだもんね。ありがとうございます。岩岩急坂を登り切ったところで7合目 1810m、 8合目まではこれ距離だと思うんだけど 265m なんだけど、50分もかかるの。つまりすごい、多分こういう道が続くってことなんじゃないかな。おお、8合目 1940m。 さっきから50分歩いた、歩いてないよね。やっぱりなんか謎なんだな、このタイムは。そして9合目まで 552m 距離で30分。8合目半から平らですって、さっきすれ違った山小屋の人が言っていました。はあ、いい感じ。なんかね、稜線というか平らなところが近づいてきた感がある。線というのか、開けたところに出た。すごい紅葉がとっても美しいです。結構風がやっぱりあるね。ありがとうございます。今2時10分です。もうちょっとあるから休憩しときます。結構風が冷たいからちゃんと羽織らないとね。おやつナンバー2、輪切りレモンです。これはね、ナチュラルローソンで売ってたよ。あともう本当にちょっと、標高にして40メートルぐらい。さすがに結構寒いから着込みました。そんな登んないしね。レッツゴー。
わあ、湿地帯の池がいっぱい見えてるよ。これぞ苗場って景色なんだろうな、きっと。前回は全然こんなとこまでたどり着かなかったから全く分かんなかったけど、なんかいいね、すごい開けてる。ちょっと雨降ってきたけど、でもまだまだ明るいです。雨降ってきたからザックカバーつけます。上はもともとこれ雨具にもなるやつだから。七かまどの実が綺麗。わあ、もっともっと全体的に見える。すごいな。今ここだけ雨降ってんだね。向こう側は青空だもんね。ああ、そして屋根が見えてきた。小屋の屋根だきっと。向こうの山から雲が滑り降りてくる。いい景色だな。やったー、山頂小屋に着きました。楽しみだな、どんな小屋かな。こちらが入り口、苗場山頂ヒュッテです。山頂まで徒歩1分だって、すぐだね。かわいいのが売ってる。こんにちは。お部屋。なんかね、今日宿泊ゆとりがあるみたいで、一区画使っていいと言われたので万々歳です。お布団もらいます。とりあえずお布団は引きました。で、今3時半なんだけど、お昼ご飯をまだ食べてないんだよね。で、このまま例えば5時まで待って夕食にするかっていうと、あと1時間半でしょ。結構お腹ペコペコだから、ラーメンを一人前だけ作って半分こしようかなと思ってて、で、夕食は逆にちょっと遅めでもいいので、7時とかに作って食べる感じにしようかなと思ってます。ちなみに今回素泊まりで、料理系は食べ物系は全部持ってきてます。その前にとにかく乾杯しないと。じゃない、あ、というか日が出てきたよ。毛布もあった。なんかトイレも綺麗そうな雰囲気です。まだ入ってないけど。ビールビール。一番搾りが売り切れてるがん。今小屋の裏まで出てきました。小屋の前に自販機があって、こういうものが買えるんだよ、お水もね。そして、ちょうど今日が出てくれました。素晴らしいね。山頂に行ってもいいかなと思ったんだけど、とりあえずちょっとここで落ち着いたので。乾杯。美味しい。ちょっと寒いんだけど、まあまあでもまだ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 美味しい。うん、まあやっぱりね、多分よく歩いた後は美味しいんだよ。どんな気温でも。
小屋のすぐ下にベンチがあったよ。いいね。今回は新しい登山パンツを履いてきました。サロモンのウェイフェラーっていうやつで、私が超愛用している黒の色違いです。で、あの黒を買って履き始めてからあまりにも良かったので、なんかすごく動きやすいのと、あと細身だからなんかスタイルがよく見える。それで他の色が欲しいなってずっと思ってたんだよね。そしたらなんと半額になってたの。1万3000円が6500円で、しかもその半額になってて私のサイズだけが残ってたんですよ。なのでもう迷わずポチりました。やっぱりね、本当に履きやすい。これ何色でも欲しい感じ。最高ですよ。ここからね、頂上に多分行って小屋に帰れると思うの。なので行ってみます。レッツゴー。っていうか、そこが、ここが頂上。あ、そこ書いてある、苗場山山頂って。こっちが何に続いていくか気になるっちゃ気になるけど、でもとりあえず山頂に行きます。着きました。苗場山山頂、標高 2145.3m。 前回は全く山頂のに近づくこともなく降りたので、なんか達成して嬉しい気持ちです。というわけで小屋に帰る。ちょっと寒くなってきた。今4時半です。もうとにかくね、お腹が空いてたまらなくなったので、とりあえずラーメンを食べに行きます。さあ、ラーメンができました。そしてお供は赤ワイン、アルゼンチンのマルベックです。乾杯。深みがあるけど、でも結構爽やかかも。そして念願のラーメンをいただきますよ。あ、あったまる、おいしい。なんかね、豚骨醤油って書いてあった気がする。スープは濃いめだけど、でもなんかいいよね。あの、運動して疲れた後に濃いめの味のやつ。具もいっぱい入ってる。乾燥野菜に、チャーシューに、高菜に、ネギに、紅生姜。これお店のラーメンだね。ラーメンでベタベタになった鍋も激落ちくんで拭けばサラサラになるっていう、なんか実演販売的な感じになった。てか本当に綺麗になるの、すごいよね。しかもさ、なんかわかんない、重曹ってナチュラルなものなのかどうかわかんないけどさ、一応ナチュラルクリーニングとかで使われるものだからさ、私はそれもなんか気に入ってんの。なんかさ、すっごい化学薬品でさサラサラになったみたいなのだと、ちょっとなんかこれどうなんだろうって思うんだけど、あ、重曹なので気に入ってます。なんかね、見晴らし台
1分って書いてあるからちょっと行ってみようかな。夕焼けって書いてある。ちょっと日の入りは見えなそうだけど、でもちょっとね明るいよ。こんにちは。霧がどんどん上がってきた。小屋に帰ります。あ、なんかいいな、いい夕暮れ時の景色を見れました。結局45分ぐらい昼寝して、今7時です。みんなとりあえず自炊じゃない人たちはご飯を食べ終わったっぽく、まあ、くつろいでんだけど、これからちょっとじゃあここでご飯を作りますっていうか肉焼くだけ。では残りのワインを飲みます。乾杯。そういう感じでやられてる。うん、できた。牛すね肉の味噌赤ワイン焼きです。いただきます。しっかり噛み応えがある感じ、うん、ソースのコクがいいね。味噌赤ワイン、これは新しい感じ。うん、そしてワインに合う。おいしい。ごちそうさまでした。お肉でお腹いっぱいな。本当はね、うどんがつくはずだったのだけどね、4時半のラーメン一人前に割とやられて、でもなんかお肉美味しかったし十分満足です。明日しっかりご飯を食べようと思います。朝今8時過ぎです。消灯しました。そしてもう寝る準備もほぼできた。おやすみなさい。明日は日の出が5時過ぎらしいので、一回ちょっと5時ぐらいに起きようかな。天気わかんないけどね。ということでおやすみなさい。 Good night。下まで降りてみる。Good morning。 今6時15分20分ぐらいかな。 6時半です。お茶漬けを早速食べようと思います。いただきます。うん、おいしい。わさびを入れた。今日ね、思いがけず
日の出が見えました。もうすごい曇ってきたけど、でも朝の景色すごい良かった。ラッキー。そして寒さも思ったほどじゃない、風が割と穏やかです。なので外で朝ごはんにしてる。さあ食後のコーヒー、引き立ての入れたてです。ああ美味しい。お片付け終わりました。とにかくねすっごい快適だったよ。お世話になりました。出発、ありがとうございます。さて今7時50分です。8時出発予定だったのでいい感じです。でコースはここから9合目までの、まあ、割と平らなところが40分、そしてそこから、3合目の駐車場まで2時間のコースタイムになってます。2本休んでいけるんじゃないかな。なんか雨が降らなそうな、ちょっとわかんないけどね。雨降ったら昨日以上に滑ると思われるので、雨が降らないうちにつけたらいいなと思っています。レッツゴー。すごい、ちょっと霧がところどころ晴れたりしていい景色が見えてる。こっち行くと神社だけど、とりあえず今回はいいかな。今度初夏とかに来たい。そしてなんかもう完全に晴れの時に来て夕方散策したりしたいな。まだ歩き始めて40分ぐらいだけど、この後が急坂なのでちょっとここで休みます。この開けた景色を見納めだしね。休憩終わり。この山頂エリアに別れを告げて急坂を下っていきます。またねー。すんごい静かな霧のひとときでした。バイバーイ。名残惜しい。
ここは8号目違う、7号目です。あ、ここ行きでおにぎり食べたところだ。っていうことはもう5合目が近いです。5合目着いた。やったね。さっきの休憩から1時間10分ぐらい歩きました。まあ、あの予定通りかなって思います。そしてそんなには疲れてない。滑るのがちょっとヒヤヒヤするだけで、道自体は私結構好きな道でしたね。あの岩がそんなに大きくないけどしっかり岩があるみたいな、好きです。というわけで休憩します。休憩終わりです。あとね、標高300メートルぐらい降りるんだよね。1時間で行けるかな。結構ここからは急斜面はあんまりない、記憶では。そして結構ね、すごくね、霧が降りてきて空気が重くなってきてるから、雨がどうなるかなって感じだけど、まあそんなに長くないからね、道中滑るところもこの先はそこまでじゃないんじゃないかなと思うので、頑張っていきます。レッツゴー。戻ってきた。4合目です。ここで昨日は最初に休憩したけど、でも全然このまま行っちゃえると思うので。ちなみにあそこ水場っぽかったけど、小屋の人に聞いたらあんまりおすすめではないってことだったのでスルーします。あとちょっとだけど、雨が思いのほか強くなってきたから、ザックカバーと上だけは着よう。下はスパッツ履いてるからいいかな。では改めてラストスパート、レッツゴー。なんかいつの間にかついたよ、入り口に。わーい、お、わーい、到着3合目。なんか割とサクッと、ちょっと本当に滑るから雨が本格的になった20分ぐらいかな。ちょっとヒヤヒヤもしたけど、でも大丈夫でした。というわけでこれをもう一回、じゃん、3727人目でした、8月1日より。戻ってきた。やりました。苗場さん、リベンジ登頂。まあコースは違うけど、でもこのコース結構好きだった。とにかく車で移動距離がすごい長いんだけど、でも標高差がね、あんまりないから、やっぱ特に2泊3日、あ、じゃない、1泊2日に分けたら、すごく、なんか、楽だったよ、結構。で、あのね、とにかく、岩がすごく滑る。で、途中で会った小屋の人には、
これでも全然乾いてる方なんですって言われたので、基本ウェットなので、まあなるべくなんか お天気が続いてる時に来た方がいいのかなっていうのは思ったけど、でもなんか上がっちゃった後のあのすごい神秘的な湿原の光景とか最高だし、山の上にあの感じになってるのって結構やっぱレアなんじゃないかな。すごくいい景色が見えましたよ。そして紅葉も綺麗だったしね、うん、大満足。から車で1時間ちょっとで北の天満宮温泉というところに来ました。なんか温泉はいっぱいあるんだけど、貸切温泉がなかなかなかった。でいろいろ電話をかけたりして、もう今はやってませんとかいろいろあったんですけど、ここを見つけました。というわけで行ってみたいと思います。レッツゴー。ここです。ショッピン。お邪魔します。気持ちいい。なんかね、お湯はね、柔らかい感じがする。そして適温だね。40度ぐらいかなと思っています。なんかすごく山の中にあるから、もっとひなびたところを想像してたんだけど、なんか新しい感じ、すごく清潔感があります。で、まあ内風呂だから、ドアを開けた時にはちょっと塩素の香りがしたんだけど、今窓を開けたら、まあなんとなく気にならない感じになりました。お風呂は広いね。全然4人とかでも大丈夫そうな感じ。ヒノキの、そうヒノキのお風呂って感じかな。1時間丸々入った。なんかね、1時間で2200円のあの2人ですごい安いと思います。とてもさっぱりしました。ありがとうございました。一路東京に戻ります。4時間ドライブ。